ひなチャンネル。今日はヘルク庭の反応会ね。ストーリーが進んでるのか進んでないのかよくわからんが、なんとなく面白いから見ちゃうよな。先の展開がわからないもんね。それでは反応に行きましょうかね。みんなの反応どうぞ。今日は新作少ないから絶対に見る。ヘルクと引き目がしかないしゅ。火曜のスカスカさ加減は異常。じゃあナレーション開幕じゃん。池田秀一がナレーションするアニメは名作。じゃあ測ったな。じゃあ魔王って複数いたんだ。そりゃそうだろ。リアルだってルシフェルやベルゼブブやバールといっぱいいるし。リアルとはやっぱりあいつらリアルに存在してたのか。エクソシストによるとファズスは存在したらしいが、ファズスは正確にはユダヤキリスト教には取り込まれていない。勇者も二人いたし魔王も二人いたのか。主人公がマッチョなおっさんというだけで見る価値がある。懐かしオープニングった。ヘルクってヘラクレスのことだよね。弟と名前分割してる感じだな。じゃあヘルク様、七海ひろきの歌。七海ひろきだったのか。原作者と名前が似てるな。オープニングの人よく見たら裸マントなのかよ。音響監督高松真嗣って何やってんだよ。オープニング見た感じ神が人間襲ってきたから魔族と共闘しようみたいなベタな話かな。庭のサブ隊こんなのでいいのか。バニリオちゃん追い出したよ。石だー。試験管みたいなグラス、これにクールなんだってな。小松美加子特有の赤毛の美少女。悪い石だ。石田がゲス声を出してる。馬の良し悪し。細長いグラス、なんだその細いグラスは。人間族攻めてきてるのに大会やってる場合なのか。これ馬なの。馬、馬っぽい何かを。馬担いで走った方が早い。犬じゃねえか。露骨な仕込みを。巻き場王かな。にゃんこアホしかいなかったん。こいつら大丈夫か。人気振り切れてる。東京五輪のドイツ人コーチは言うこと聞かない馬殴ってたな。目隠れ巨乳、目隠れおっぱい。僕も大きい男になりたい。先が読めなすぎる。魔界って平和じゃね。モブーノースリーブ目隠れろココちゃん。てか足が地面についたらそのまま走られるだろ。こいつなら犬担いで自分で走って勝つだろ。ぶっちゃけ足ついちゃうから自分で走れちゃうからね。説明に1分かかってねえよ。いや空砲でいいだろ。その砲弾落ちてくるんだぞ。ボニーどころの騒ぎじゃねえな。原作はもう終わってるのか。泣いちゃった。どうせ担いで走るんだろ。4名トランプタワーで10名に絞ったんだっけか。勝ったのが母。ほんとハンタ試験のノリやな。まあ乗れるだけですごい。もう大丈夫。優しい。お前ならできる。担いで走りそう。褒めて伸ばす。顔つきが獣なマスク。君の相場が馬死んじゃうだろう。死ぬ気でよ。何この不運たけし城ジョコボレース。フリーダムなスティーブボールランやな。乗ってねえよ。お前も走るんかい。この実況席周り見えんだろ。一緒に走ってる。実際の競馬だとどうなるんだ。落ちた場所で乗れば再開可能だけど、普通馬が先に行ってるから実質不可能。またがってるからセーフ。ルールの穴をついた。ドガーヌ。ツッコミをお楽しみください。やはり筋肉こそが。落ちたう。死んだだろう。医療班は用意しておりますので。あ、竹市場のジブラルタル海峡を思い出した。橋を爆破う。よく見るとエッチな格好してん。何か腰アホアホ3人組。ノリノリスタッフ。なんか怖いこのアニメ。謎モブ。現場猫案件。貴重な運営スタッフが。魔族って本当に悪い奴らなのかう。何をやっとるんだこいつらは。バニちゃん胸見えそうだからかがむな。何この適当なキャラは。ミカコシの喉が。ミカコシ楽しそう。ツッコミが激しいアニメだ。ほら飛んだう。他の選手はどうすんだよ。もう一番の理解者やん。抱えてんじゃん。これはセーフだねう。もう犬抱えてるやん。やっぱり抱えて走ってる。ラグビーかよ。もう全部ジャンプでよくね。やはりこうなってしまったのかう。猫的にはそれでいいのか。馬に乗らなきゃいけないというルールはないよ。銀玉の杉田並みにカコシに負担を強いるアニメだな。これ本当にシリアスになるの？大丈夫？ベルセルク並みにダークになる。あ、まだ A パートか。変な時間帯にやってるな。ミカコシが一番声張り上げてる。実写なら大谷さん。無言は無言でなんかええよってなる。チンピラ吉野。真似しよ。真似すんのかい。馬より速い。馬いらねえ。最近クズキャラしかやってない吉野がいいやつやってる。もう3位でいいわう。現実の自動車レースもゴール前で車止まってドライバーが押してゴールが許されたりするな。本当に速いやんけ。バカだこいつ。馬連れてかないと向こうとかないん。犬のさう。最後は馬娘してたなう。これが馬娘ですか。馬息子。ぬいぐるみみたいになっとる。ていうか馬ゴールしなくてええんか。乗り物と一緒じゃないと失格じゃないのか。気のいい魔族。いい話だな。あんちゃんの伏線が机の返しだが間抜けすぎるのか。しょイスタちゃん。イスタ白石遥か。アシリパさん。そいつ人間に見えるが。石田油断するなう。
翼のそれって人間なのか。よく数えたな、103人。その声は強そうな声。また松岡くん。うさんくさい松岡。私にいい考えがある。松岡くん今期も仕事多いな。声優は本当豪華だな。キャスティングが肝の作品だね松岡。イケメン風味な松岡くん。出てくるだけで草生やされる。みんな大好き松岡くん。満身創痍じゃねえか。死にかけう。ズタボロじゃねえか。松岡くんすっかり重厚な声になっちゃったな。この作品屈指の有能ギャグキャラ。それは重要だな。松岡は汚れの方が似合う。松岡くんは実際に血を吐きながら収録しています。松岡くんが実際に吐血しながら。松岡くんも実際に瀕死の状態で収録してるの。小松美香子のハイテンション演技いいな。宮村優子にしか聞こえなくなってきた。もうアスカも終わったし声優やらないだろうな。ズタボロさん有能だった。翼を授ける。魔王より四天王の方が立場上なのか。翼とヘルクをぶつけるのか。ミカコ氏は神勝であれやったからもう無敵だな。寝ろって言ってたのに。石田が興味を持った数少ない声優の松岡くん。石田も人の心配とかするんだって思った。石田本人が言及してないからよくわからんのよなこれ。松岡くんは単なる貧血だろ。まあ男の貧血はちょっと心配とは言われているが。優れてるのか。ほんのりポンコツ臭がするんだが。バニリオちゃん、バニリオちゃん投稿。女子社員をちゃん付けするのはセクハラだぞ。魔王軍コンプラどうなってんだ。ミカコ氏演技してる。そういえば松岡はリアルで貧血で倒れたんだっけ。松岡くんの泣きゲー。実際に松岡くんがミカコ氏にちゃん付けしながら。やっぱり爆発。ドルーシくんボス王国に帰ろう。ドルーシ。ヒステリックボインババアはどうした。ワンピース脇田白ココちゃん。髪型と衣装違うのかわいいな。運営の案偽名。演技レベル2。運営の案ちゃん来たかったな。なんやねんその態度。もはや隠しきれていない。その容姿でその態度おかしくない。原作だとメガネしてなかったっけ。記憶違いかな。見破られた。髪の毛は切った。マッチョはしつこい。これは潤っちゃいそう。面白いじゃねえか。エクスプロージョンの違いがありそうな白。とりあえず翼の敵とやらは何者なん。 ED 来たー。松岡包帯取るとそんなんなのか。ヘルクの馬また出てくるの。キャストの豪華さからして最終巻までアニメ化する気だよね。謎のシャア。予告あったんだ。もしかしてギャグアニメじゃなくなるのか。シャアこれだけかよ。池田さんの無駄遣い。バニリオちゃん可愛いよ。バニリオちゃん。みんなの反応はここまでです。あの青い巻き場王は何なの。チョコボみたいなもんじゃね。まあ巻き場王の方が強そうだけどな。それは間違いないわね。コメントでさ、後にベルセルク並みに暗くなるってあったけど、こんなギャグテイストから変わるんかね。原作ファンが書いてたんじゃないかな。変わったらすごいギャップよね。今のとこ面白いので先が楽しみだな。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもご視聴いただいてる方も、初めて見てくれた方も、少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。